1月23日、月曜日、朝の8時50分。今日は、横浜都筑区に来てます。荷物は7パレット。9時から降ろせると思います。ウィング開けて待っております。降ろしたら、また、ここからすぐ近いところで、岩手県矢巾町、雪を積みます。矢巾町は明日、朝着です。今日は寒いですね、だいぶ。まあでも8度になってるけど、だいぶ冷える感じします。はい、じゃあ今日もよろしくお願いします。はい、10時ちょうどです。都筑区みかん亭。荷物は、精密機械ですが、全部で8個。8個。ダンボールが6個と、ちょっと小さい筐体2つ。という感じで、明日、岩手県矢巾町、10時着となっております。はい、では気をつけていきたいと思います。午前中に詰めたから良かったですね。まあ、いつもはだいたい午後1済みっていう感じなんだけど、まあ、荷物が少なかったし、早く準備できてて助かりました。で、第三京浜江北インターから乗って、環八に出て洋画から食を乗ります。外気温が4度になってます。さっきはちょっとおかしかったね。8度とかになってたけど、8度にしちゃ寒いなと思って。4度です。ここは、東北道下り大谷パーキングエリアです。今お昼食べて荷物をチェックして休んでおりました。午後1時30分です。さて、朝霞まで行ってシャワーしようと
思います。昭和行ってきました。3時前だったから空いてるだろうと思ったら並んでた。結構待ったな。20分以上待ったね。さあ次はどこまでかな、まあ、分かんないけど走ろう。雪降ってるよ。岩手県紫波町紫波サービスエリア、雪15センチぐらい積もってる。はい、お疲れ様です。午後7時20分東北道下り紫波サービスエリアです。雪がどんどん降ってます。今15センチぐらい積もってる感じですね。雪積もってるから駐車枠が白線が見えないから分かんないね。だいたいこんな感じかなと思って止めたけど、まあ仕方ないですね。分かんないもん。私もです。はい、野球速です。来る途中のセブンイレブンで弁当を買ってきました。まあここでもうまあ食べれるとは思ったけど、もし食べれなかったら困るなと思ったんで買ってきました。牛丼弁当です、まあ、食べながらゆっくりしようと思います。明日目的地はここから20キロぐらいなので、まあ30分かかんない感じかな。しかも卸10時だからゆっくり出発できます。で、卸した後は北上で東京行きを積みます。翌着で、まあ、朝8時半ぐらいに着ければいいかなっていう感じだ、ね、荷物はフォークリフトでポンポンポンと乗せるやつですね。パレットじゃないけど、特ににじめも気にしなくていい感じのやつです。はい、では晩飯。味噌汁、サラダ。
サラダ、わかめサラダ。牛丼、牛めし。